ます、はい、皆さんこんにちは、ひとつき漫札作家の本間龍です。今日はですね、まあ、いつもは大阪関西方面の、政治ネタをジャーナリストの今井はじめさんをお招きして聞いてるんですが、まあ、今日はちょっと、視点を一つ変えてですね、まあ、東京オリンピック、まあ、先週談合でついに逮捕者出ましたけど、まあ、この話題について、まあ、ずっと清水さんとお話してるんですけど、ちょっと今井さんの意見もいろいろ聞いてみたいなと、というふうに思いまして、はい、今日はちょっと今井さんに東京五輪事件についてちょっといろいろと今井さんと語ろうという回です。ぜひぜひ皆さん聞いてみてください。今井さんよろしくお願いします。よろしく。基本的にはもう、本間さんの話を伺って愛の手を打つだけやと思ってください。いやいやいや、またほら、今井さんの感想なんかもね。そうね。やっぱちょっとね。うん、うん。やっぱりこう聞いてみたいねっていうのはあって。でもこの1週間また大きな動きがあったみたいですね。そうですね。まあ、結局ほら、高橋治之さんの。はい。まあ、去年の8月ぐらいから、うん、その高橋治之さんの、うん、まあ、スポンサーをね、うん、そのスポンサー企業を入れた時に本間さんちょっと待って、その高橋治之さんって俺記憶にあるんやけども、いろんな人の名前出てるから誰やったそれ。あのね、電通元専務ね。ごめんね、電通の元専務で、ね、カラマーゾフの兄弟みたいにいろんな登場人物が出てきてるから、もう誰が誰か分かって、まあ、高橋っつったっていくらでもいるからね。まあ元電通専務で、うんうん、東京五輪組織委員会の理事をやりながら、はいはい、そのスポンサーいろいろとこう募って、うん、で青木、紳士服の青木とかね、あ、思い出した、顔が思い浮かんできた、うん、あの悪代官みたいな顔したやつや、うんうん、さあ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 、ちょっとあのロマンスグレーの、さあ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 、なんか銀座でブイブイ言うてそうな、さあ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 、そういう感じ、あ、思い出した思い出した思い出した、うんうん、まあ、その人を中心とした、うん、いわゆるスポンサールートっていうのが、まあ、去年の8月から、はい。11月の頭ぐらいまで、いろいろあったわけですよ。角川までね。さあさあさあ。とか、それからなんかグッズ会社とか。でさあ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 、ちっちゃい会社とかも入れてね。うんうんうん、で、結局15人も逮捕者出したわけですよ。すごいよ、ね。そっちで。そっちはそっちで。うんうんうん、でもうそれで十分東京オリンピックのもうね評判も地に落ちて、うんうん、ざまあ見ろと思ってたわけだけど、はい、そしたらさらに11月の終わりに、うん、まあ、その高橋さんルートをいろいろと調べていたら、うん、そのオリンピックの、うん、と要するにそのなんていうかな、経営っていうか、うん、まあ、具体的に言うと、その例えば新国立競技場でやる競技とかを、うん、まあ、誰が管理運営するのかっていうね、うん、なるほど、うんうん、でそれって競技場ごとにいろんな企業が入ってたわけですよ。つまりその、つまりあのオリンピック委員会が管理運営するっていう意味じゃなくて、うん、で出入りの業者が金取って運営するということね。あ、そう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 、まあ、組織委員会なんて別に何の能力もないんで、なるほど、そういう管理運営ってやっぱりそれに慣れた業者にやらせないと無理なんですよね。でそこでまたがっぽり取り寄るわけ、さあ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 、でそこで官製談合があったっていうのがバレて、うん、ひどいな、しかしまあやってるやろなと思ったけどね、みんなやってるだろうなとは思ってたんだけど、まあ要するに具体的に尻尾つかんでなかったわけで、うん、で官製談合なわけですよ。官製談合っていうのは要するに組織委員会が絡んで指示を出して、うん、で応札する企業を決めていたっていうね、うんうんうん、まあ、最もたちの悪い談合になるわけじゃないですか、うんうんうん、でただ11月の末に電通をはじめとしていろいろガサ入れが入ったんですよ、東京地検による、はい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 、なんですけどその後ね2ヶ月間ぐらいずっと動きがなくて、うん、なかなか逮捕者が出ないなっていうね、
おかしいなと思ってたわけ。おかしいなっていうかね、もう清水さんと毎日ね、早く逮捕しろ、うん、早く逮捕しろって言ってたわけですよ。ね、うんうんうん。ほんで、もう、クリスマスまでにはあるだろうとかね。そうね、クリスマス過ぎたらもう、お正月休みに入るもんね。ね、そうでしょ。で、正月までにはとか、うん、節分までにはとか。もう節分過ぎちゃって。まあ、ずっとね、待ってたわけですよ。うんうんうん、我々は。でそしたら、2月の8日ですか、うんうん、になって、まあ、ついに逮捕まで来たと。なるほど。っていうね、まあ、これちょっとこれは読売新聞か。まあ、さっき送ったんですけど、はい、読売新聞の画面、はいはい、今出してるんですけどね、はいはいはい。五輪談合事件で組織委員元次長を逮捕。うんうん、独占禁止法違反容疑っていうんで、うんうんうん、で、この、写真が写っているあの森、この人がまた森っていうんだけど、森康夫ね、うん、要するに森喜朗さんに比べると小森って呼ばれてるらしいんですよ。なんかほんまになんかあの貧相やね。まあ彼自身はね別に、うん、まあ真面目な人らしいんですよ。あ、そうなの、はい、うん。まあ別にね、さっき出た高橋晴之さんとはちょっと違う感じのね。うん。うんうんうん、まあ、スポーツ行政にはすごく通じていると。うん。いう人で、まあ、なかなか、評価の高い人、ね。だったわけね。だったわけですよ。うん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 、で、結局、まあ評価が高いゆえに、うん、まあいろいろそのさまざまな競技の運営をまあ一手に任されちゃっていて。なるほど。うん、で、要するにこの国立競技場であるとか他の競技場の管理運営会社を決めるときに、うんうんうん、まあ電通と一緒になって一覧表を作って、はい。で、どん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 もうその、意中の競技、意中のこの会社に全てはめてったと。うん、っていう、ね。なんかもうほんまに楽ちんな商売しとるな。競争入札、一応競争入札って言ってるんだけど。全然競争でもなんでもないわけや。そう、だって応札するの一社しかないから。先にもはめ込んどるわけや。そう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 。っていうね。まあそれをやってたっていうのがバレて、うん、で結局この森容疑者っていう人と、うん、電通のスポーツ局の局長、うんうん、これがね僕はすごく意義が大きいなと思ったんだけど、なるほど、その電通に出向していた人間誰それとかの部長クラスじゃなくて、うんうん、スポーツ局の局長がと捕まったんですよ。なるほど。辺見さんっていうんですけど、はい、でさらにセレスポっていう陸上競技を落札していた会社の専務かな、うん、それともう一つがフジテレビの子会社、うん、の子会社ね、うん、の子会社ね、フジテレビの子会社で、うん、フジテレビすぐに名前が出てこないな、ね、フジテレビのその子会社、フジテレビなんとかだっけ、思い出した、はい、そこさ、うん、それ各局がやってるのに富士だけそれ流しおれへんかって、さあ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 、いやまた富士、せこいな、ほんと富士がひどくって、うん、その富士テレビの子会社が入ってるから、うん、もうとにかくこのニュースそのものを全く報道してないんですよ。そんなことが世の中で起きてないかのようにひどいな、すごいですよね。ずるいのはね、放送しなかっただけで嘘はついてません、歪めてませんって言うけども、放送しないということは富士のチャンネルつけてる人にとったら世の中でそれが起きてるということがないということやからね。そうですよ、本当にもうびっくりするようなあれで、僕だから一応ずっと富士をね、うん、この逮捕関係があったのが昼過ぎぐらいだったんで、うんうんうん、夕方のフジテレビのニュースとかずっと見てたわけですよ。はいはいはい。もうそしたらね、なんかもう
どっかの町の交差点の事故とかを延々と流してんだね。これね、このニュース全く流さなかったんですよ。あのさ、俺ね、もう富士だけじゃなくて、うん、大手の放送局みんなにある体質だよね。うん、そうですね。例えば TBS のそうやん、伊藤詩織さんのことが起きた時に、うんうんうん、あれ TBS のワシントンの支局長ですよね。そうですね。あの悪いことしょったんね、うん、山口ね。それがさ、全然 TBS 放送しない、取り上げない、うん、サンデーモーニングでも、この前の産経事務所の サンデーモーニングでも取り上げない、うん、それから報道特集で金平さんさえ取り上げない、うん、もうね、だから俺もテレビ局の記者って嫌いなんですよ、うん、ええ格好ばっかり言って自分のところで起きたことはもう全部ひた隠しね。それで、うん、いやもう自分もやりたかったんだけど、やりたかったんやったらやれよまあまあ置いときましょうまあそうですよね、まあ、だから、うん、まあ、フジテレビの肩持つわけじゃないけど、うんうんうん、まあ、どこの民放も、うん、自分に関連のある部署とか人間が逮捕されると、うん、まあ、やんないっすよね。本当にだからもうみんなからますゴミって言われんねん。だよね、ほんとね。いや、ひどかったですよ。でね、うん、ほら、まあ、一応誰かがやっぱり調べてたんだけど、はい、まあ、こういうニュースサイト、例えばフジテレビのニュースサイトで、うん、そのほら、サーチエンジンがあって、はい、東京五輪談合とか入れるじゃないですか、はいはい、検索するよね。検索してもね、うん、全然出てこねえと。そんなアホなそれはさ、プーチンやんか。やってることプーチンやんか。そうそうそう、ハゲ、ロシアでハゲって検索したらプーチンの画像が出てこないようにもしてんねんからね、あれ。ねえ、すごいっすよね。やってることが、やってることがちっちゃすぎるわ、ほんま。もうね、ほんとね、これ。だってこの事件って、うん、ずっとこれからまた続いていくわけですよ。そう。他にも。どっかで出てくる、どっかで出てくるねんから。他にも逮捕者出るかもしんないしね。それをずっと結んで、富士の子会社だけ逮捕されてないことにするってもうなんかね、アホだなと思うんですけど、ただ俺ね、ちょっと本間さんに聞きたいんだけど、うん、まあ、これだけのことがまあ去年の秋口からずっと続いてるわけですよね。そうですね。で、僕の感覚から言ったら、僕の感覚から言ったらですけども、東京五輪を東京に招致して、しゃかりになってやるやると中止はしませんって言った知事は、うん、僕の感覚で言ったら、もう本当に申し訳ない、もう私が判断を犯すわけないけども、こういう連中、もう本当に私の責任です、知事辞めさせていただきますって言ったり、都議会が追及したり、東京のマスコミが追及したり、東京都民が追及したりすると。僕の感覚で言ったらそうやねんけども、なんかちょっと大阪でニュース聞いてたら、そういう報道が全くされてないということは、そういう動きないということですか？まあ、ないっすね。うん、東京都議会、今開いてないのかな？で、一応、当然ながら、これ、東京オリンピックっていうぐらいだから、当たり前だけど、主体は東京都ですから、当然、やっぱり、小池さんに、当然いろいろ質問は飛んだわけですよね。おうおうおう。そしたらとにかく誠に遺憾ですと。何を言うとんねん。あのな、ずるいんです。あのね、文学的比喩でも、リアルでも、彼女はずっと旗振ってたわけですよ、こうやってほら。振ってましたね。前の大会の時から行ってさ、こうやって旗振ってたやん。うん、次は東京ですよとかって言ってさ。それで誠に遺憾ですでね、終わるんやったら、あのね、もうとにかく金全部返せよ。でね、都民がね、おとなしすぎる、うん。都民がおとなしいし、都議会の議員もおとなしいし、もう記者もおとなしすぎる、おとなしすぎるというか、仕事サボってる。うん、で、やっぱり一時、コロナの最中に、もう意外にね、東京オリンピックはもう中止か延期せよっていうデモが結構起きたじゃないですか。で、世論調査でも一番多い時は7割以上がもう中止か延期すべきって出ましたよね。本当はね、小池は責任を取って辞めるべきだっていうデモとか声が今こそ上がらなあかんのに、
遺憾に思います遺憾でございますでね終わらしてたらどないすんねと思う。だから舐められるんですよ。だから主権者である市民都民がもっとねきちっとやって、あのね、東京都の回線が、都庁の回線がパンクするぐらい抗議の電話を入れるとは僕言いませんよ。それは威力業務外になりますから。それぐらいのことが起きてもおかしくないぐらいやのに、おそらく私の想像ですけども、そのことで遺憾で済むかと。あんた責任取れ、ちゃんともっとちゃんと出てきて、ちゃんと話せというふうに、臨時議会でも開けみたいなことを、おそらく10人も電話してないと思う。まあしてないね。1000万人の有権者がいて10人も電話してないと思う。うんうん、だからダメなんです。だからダメなの。だから主権者も悪い。そうなんすよね、と小池を選んだっていうだけじゃなくて、その小池がね、みんながもう中止しよう、延期しよう、まあ、どうせまた汚いことするからやめときましょうって言って、ほら見たことになってんのに、遺憾で済ます都民も悪い。まあまあそれでこれ続けること、ね、いやそしたら、ね、その小池の東の小池の向こうを張っている、西の吉村が、あ、うちやんか、大阪やん。こういう時はね、こういう時はね、動き早い。こういう時は。あれですよ、今ね、これ見せるんですけど、電通など大阪・関西万博の入札参加資格を1年間停止っていうのをね、もう東京に先駆けて、先週の末ぐらいにはもう発表してました。つまり、あれや、もうあの、電通との仲が悪くなっても4月9日には府知事選挙と市長選挙があるから、もう要するにパフォーマンス仕掛けてるわけや。そうなんですよ。これね、まあね、リアルに考えると、まあすでに大阪万博の場合、その建設するパビリオンとかの割り振りはもう決まっちゃっていて、はいはい、で電通とか博報堂とかやっぱりそのパビリオン建設、やっぱりもう決まっちゃってるんですよ。はいはい、でまあ今から1年間っていうと、もうちょっと細々としたいろんな作業の、まあ、入札があると思うんですけど、まあ、そこに電通は出られないっていうことなんですよね。つまりで深い儲けのやつじゃなくて、こまごまとした儲けのところには入札に参加させないということですね。そうですね。で、割と大きいやつで言えば、ほら、ミャクミャクっていう、あの変な。ある。なんかこの大阪の環状線をなぞったみたいな、この中の血液体の中みたいな。そう。変な、なんか、マスコットなんかシールかなんか見たら、でそれをね、そのライセンス契約の運営管理っていう、まあ、これが全部で30億円ぐらいだったかな、かなんかの権利は、11月の30日か、にもう契約締結しちゃったんですよ、電通と。電通と、結局また電通かよ。そうで、これは逮捕者が出る前だから関係ないと、これはそのまま生かすとで、その後のから、からか、からあの、まあ具体的に言うと、ごめんなさい、今年の2月10日からかな、は入札資格停止と。なるほど。っていうことを、吉村早えなって、っていうのはまだほら小池さんそれ発表してなかったから、だから先手を打ったわけですよ。たださ、1年間は俺甘すぎると思うわ。だよね。そうもう20年ぐらい停止ってやってもええと思うわ。そうなんですよ。でそしたらね、昨日かな、昨日かぐらいにニュースが出たんですけど、東京都も、3社を指名停止にすると。この3社っていうのは、だから電通と、富士クリエイティブコーポレーションっていう会社ですね。はい、まあ、それと、さっき言ったセレスポっていう陸上競技。さっき言った、逮捕されたのは、その、
富士のそのコーポレーションなんですよね。さあ、さあ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 。さあ、それでこの3社を、指名停止にするっていうのを、うん、昨日かな、かなんかに東京都も発表して、は、う、い、ん。で、東京都は遡って9日から、うん、まあ、停止処分にすると。なるほど。うんうん、っていうことをまあ発表してるわけですよ、一応。はい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 。で、大阪は1年間の入札参加資格取り消し、うん、というか停止なんだけど、うんうんうん、東京都は一応今の時点では、うん、入札参加停止期間を決めていないと。うん、なるほど。っていうふうに発表してますね。ということは東京都はさらに長くなる可能性もあるわけ。まあ可能性はある。ああ。うん。まだそこはちょっと何とも言えないんですけど。まあでも今までね、多分ね、電通ってね、はい、入札参加資格1年間停止って多分ないと思いますよ。今まで。つまり、今まではもしそれがあったとしてももっと短かったということです。短かった。短かった。はーはーはー、あのね、高橋まつりさんのあの事件の時、うん、はい、あったあったあった、はいはい、あれほらやっぱり一応その厚労省から、はい、やっぱりガサ入れとか食らっちゃったりしたんで、はいはい、3ヶ月か4ヶ月ぐらい、うんうん、あの入札資格停止になったりした。そんなに短かったの？短かった短かった。はほとんど意味ないっすよ。まあ、いやもうそんなやったらもう括弧だけやね、形だけやね、うん、そう。ただ今回はこれ、はい、逮捕者がボカンと出ちゃった、はい、でしかも、まあ、一応、まあ、それでね、これもねひでえ話なんだけど、うん、オリンピック、電通の逮捕をされた辺見さん、はい、辺見っていうスポーツ局長は、はい、なんと、ね、なんとね、うん、なんともうすでに退社してるんですよ、電通を。退社してんのに逮捕されたわけね。そう、要するに電通が、うん、電通側がもう、あ、先に手打ったわけや、手打ったわけや。さあ、現社員というニュース報道されるんじゃなくて元社員で逃げようとしたわけや。さあ、汚いな。汚いでしょ。なんでそんな小賢しいことすんのやろ。いや、すごいですよね。だからフジテレビ、うん、フジクリエイティブコーポレーションとセレスポは現役の専務とかなんですよ、うん、逮捕された。やめさせなかったわけ。やめさせなかった、うん、だから電通だけ元社員とかいうふうに。それはどっかから情報が入ってた可能性。いや、それはもうね、やっぱりね、電通、多分このさっき言ったけどガサ入れは11月末にあったんですよ。はいはい、はい、で逮捕されるのが2月の8日だから、はいはい、丸2ヶ月ぐらいあるじゃないですか。はい、だからこの間に多分もう弁護士とかやめ犬とかあと電通の中に入っているほらいろいろなこの有名企業のとか政治家のガキとかいろいろ情報収集して、そう、いろいろ情報収集して、しかもさらにその間に多分検察にいろいろと横やり入れて、それで、あ、もうこいつの逮捕は避けられないとっていうふうに踏んで、うん、でもびっくりしたのが12月の末に退社させて子会社に転籍させてるんですよ。12月末ですよ。だって普通絶対ありえないよ、そんなこと。ありえない。だから僕もちょっとびっくりしたんだけど。だって12月末なんて言ったら普通さ、あの人事も経理も会社機能してないやん。うん。で、しかもガサ入れして、たった1ヶ月後ですよ。うん、もうね、あのね、やっぱりね、掴んでるんですよ。うん、検察の動きを。絶対そう。もうね、イケイケになってんねんって。うん。だからね、みんながもう政治不信なの当たり前やしね。結局権力持ってるやつってそうやって汚いことをしてちょっとでも罪を軽くしよう、免れよう、企業へのダメージを低下させようと、そんなことばっかりやってるわけよ、うん、で ね、 そうですよね。俺ね、見たらこの1年間電通ってものすごいスキャンダルというよりも実際に逮捕者が出てるわけやけど、うん、こんだけのことが起きてるのに株価全然落ちてないの。そうなんですよ。すごいでしょ。つまりね、株主が普通やったら、うん、
俺は電通はもっと健全な会社やと思ってるのに、こんなことが起きて、もう、私はもう個人株主辞めさせてもらいます、売りますとかいう行為を取った人が少ない、うん、あるいは逆に、あんた株投げますか、そしたらそれもう私電通が汚いの知ってます、汚いの承知で買わせてもらいます、うん、権力とイケイケですから、どんな汚いことやってもこの会社は潰れませんし、買わせてもらいますって言って売るやつがいても、ちゃんとちょっと落ちたところで買うやつがいてるのよ、うん、そういうことです。それで日本生命とか要するに機関投資家も電通株放出しようれへんわけ、うん、そう、要するにみんなで寄ってたがって、この企業はこれでいいですって認めてるようなもんや。そういうことです。やっぱね、今井さんさすがすごいところに気づくなと思いますよ本当にね、うん、これだけダーティー、普通の企業だったら、うん、もう株価落ちるしね、もうストップ安の連続ですよ。ですよね、ですよね、うん、全然やもん。なんともないんだもんね、だって、ね。俺だって事件が起きて報道された時の、翌日の電通の株価見たら、全く落ちてないもん。うん、要するに、電通の株にしてそんなやつばっかりやん。うん、まあね、ここでまた電通っていうか、その広告会社の強みっていうのは、うんうん、まあ、コンシューマーを相手にしてないっていう。なるほど。一般消費者は相手じゃないわけですよ。えらい上からやな。企業を相手にしてるじゃないですか。そう。それで、要するにどんなに文句が来たって、うん、なんかほら、要するに店頭で売ってる商品作ってるわけじゃないんで。要するに、かつてのグリモリ事件で、グリコとか森永の商品が急に売れなくなったわけじゃないわけ。うん、そう。だから、まあそういうところってやっぱ強いわけですよ、こういう時。だけど、うんうん、やっぱり、僕のところに入ってる情報ではね、うん、だってこんだけコンプラがどうとかなんとかって各企業が言っている時にですよ、うんうん、その、さすがに逮捕者を出す。でも、うん、さっき言った高橋治之さんっていう人も、うん、電通の元専務だったわけですよ。なるほど。まあ10年前に辞めてるんですけどね、電通、うんうんうん。でも電通とはずっと仕事してたわけですよ。要するにナンバー3ぐらいまで入ってたわけや。そう。だって専務ですからね。うん。で、さらに、さっき15人逮捕者出たって言ったんですけど、うんうん、高橋さんを補佐するような形で、やっぱり、なんていうかな、金ね。うん、お金の流れを管理していた、うん、その高橋さんの部下がいたわけですよ、元部下って。はい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 、だってこいつ、電通の元雑誌局長ですよ。要するにさ、その辺の平じゃないんですよ。つまり LINE に載ってるやつばっかりやん。そう。で、そういう重要な人間が逮捕されてたにもかかわらず、うん、電通は自分のホームページの IR のページとかに、うん、一切発表してなかったんですよ。それがまたね、だからね、もうやってることがプーチンと一緒やねん。で、それがね、許されちゃうっていうね、電通だからっていう。なかなかですよ。で、今回、まあ、元、スポーツ局長が逮捕されたんで、初めてホームページに、弊社、元従業員が逮捕されました。元社員って書かないんだよね。元従業員って。あのさ、もうとにかく細かく小賢しい。ものすごく細かく小賢しいね。でしょ？俺ね、もうこんなやつらを見てたら、ほんまにね、本間さん、もういつも寝てる時でも俺は夢見ることがあんねんけど、もう僕にとって僕が一番好きな言葉って、うん、革命なんですよ。ね、で僕はもう1980年からジャーナリスト始めて、もうポーランドの民主革命とか、ソ連の崩壊の革命とか、うん、東欧の民主革命とか、バルト三国の革命とか、うん、みんな革命見てるわけね。革命さえやれば、そんな小賢しいことやってるやつ全部刑務所行きや、資産没収や。でみんなこれ聞いてたら、今井さんそんな乱暴なこと言っちゃダメ、法治国家なんだからって言って、まあそうですよね、それは法治国家としてもちゃんと機能してこちらはぶち込みたい、最後は毛利企業もぶち込みたいと思ってるけども、うん、
なんかね、俺らみたいにもうね、この先長ない人間はね、もう革命起こして、こいつら全部資産没収して、もう全部ぶち込んだれみたいなね、なんかもう、もちろんあるよ、フィリピンのあの連中ね、人殺しまでやって、詐欺も何回も繰り返してね、もちろん悪いけどね、こんな連中と彼らとは僕にしたら同じなんですよ。まあ、そうですね。ところが世間の目はさ、なんかもう、あいつらは残虐でえげつないことを繰り返しやって貧しいと痛めつけて言ってるけど、この連中も全部税金かすみ取ってるわけでしょ。うん、あんまり不愉快やねこの連中でしょ。なかなかでしょ。あ、でもまあもちろん何の反省もしてないしね。してないしてない、うん、してない。だって最初はそのもうまあ大体この組織委員会の元次長って、まあ、この2ヶ月間ぐらいずっと中心人物だって結構報道されていて、名前が出てないだけだったんですよ、うんうんうん、で電通はガサ入れを食らった直後は、うんうん、いや談合なんかしてねえって、うん、こう結構ふんぞり返ってたわけですよ。嘘つけほんまに。そしたら、うん、でそしたらね、うん、まあ1ヶ月ぐらいそうやってほら水面下で戦ってたら、はいはい、あ、これはもう無理だと、はい、もう談合で上げられちゃうと。それで社員をもう退職させて元従業員にしたっけ、うん、そう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 。それで備えてたというね、なかなかの玉ですよ。だからね、都議会でそういう今本間さんが言ったようなことを議員がね小池に対して突きつけてね、こんなあざとい汚いことをやって反省も全くないと。で、あなたも主催した人間、招致のその責任者としてね、あなたもそう、遺憾で済むと思ってるのかって、もっと厳しく追及せなあかんわ。ですよね。うん、まあ、うん、まあ、正確に言うとね、うん、あの人が招致したんじゃないんだけど、まあね、あの人ではないんだけど。考えたら、あの時は、イノセ、イノセ。安倍と猪瀬が向こうへ行って、うん、それから例のお姉ちゃんが、おもてなしって言って、言って、うん、で、わーって言ってみんなで喜んだって言われてね。そうそうそう。だからまあね、うん、おばちゃんが呼んできたわけではないんだが。いや、だけどおばちゃんは辞めたり延期したりする権限はあったよね。そう、あった。だけど結局それをしなかったっていうね。そう、その責任は大きい。それは僕もすごい責任あると思うんですよ。うん、でしかもですよ、うん、その組織委員会の理事には、うんうん、組織委員会の副会長は東京都の副知事ですからね、うん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 、だから東京都からだって1000人以上の人間を入れてたんですから。そうよね、組織委員会を運営するためにね、うんうんうん、それは全部そいつらの給料は都民の税金で払ってるわけだからね。もちろん、もちろん。それでこんだけやりたい放題やられてですよ、それでいや誠に遺憾ですって言って、いやそんな一言するかよ、ね、理事会の、ね、そのトップに東京都の副知事がいたけど、まあ、もちろん大飾りだって分かってるけど、うんうん、この副知事のこのバカさ加減はどうなんだとっていうのが、まあ普通は追及しないといけないですよね、やっぱね。はあ、あかんな。ね、さっき吉村の話が出たじゃないですか、大阪府の知事ね、うん、で素早く対応してるって言って、うん、要するに IR のことでですよね、うん、もう電通の入札は1年間停止という ね、 そうですね、さ入札さんからね、うん、で今前回の放送で僕、大阪府知事選挙と市長選挙のことをちょっとね、本間さんと2人でやりましたけど、ね、まあ、ちょっと短くね、結局ね、あ、ちょっと本間さんね、前に送ったやつ、もう一回送って、ちょっとそれ、皆さんに見せてもらっていいですか、今、メッセンジャーで送ったから。ああ、ちょっと待ってね。結局のところですね、この前、僕と本間さんが収録した日、つまり、放送した前の日かなに、うん、記者会見があって、あ、これですね、はい、はい、大阪市長候補の自民党市会議員の北野妙子さん、うん、それから大阪府知事候補の、産経事務所所属の谷口真由美さん、うん、で
相手は誰かって言ったらもちろん吉村知事なんですけどね。そうですね。で、あと、辰巳孝太郎さんという人も府知事選挙に出てます。うん、で、市長選挙はそこにも写真出てますけど、新人で横山さんという深井議員が出てます。はい、で維新は横山吉村で、うん、そして、ね、市長と知事は谷口真由美と北野妙子がアップデート大阪の推薦で共に、まあ、ニコイチで動こうとしてるんですよね。うん、で、ちょっと外された感じのあるのが辰巳孝太郎さんで、うん、共産党の元参議院議員で、うん、で彼も、吉村さんに挑戦してます。だから、うん、知事選挙は 3人が3組、それから、市長選挙は、まあ、事実上、他にも出てますけど、事実上1対1の争いになってるんですね。うんうん、で、この市長選挙も、府知事選挙も、さっき本間さんが取り上げられた、IR が最大の争点なんです。うんうんうん、他にも争点あるけど、やっぱり最大の争点は IR なんです、うん。で、この前、北野妙子さんと谷口真由美さんが記者会見に出てこられて、うん、正式に出馬しますということでね。で、記者から当然質問出るわけですよ、IR について、はいはいはい。そしたら、さっきに言っておきますけど、辰巳孝太郎さんはもう、去年で出ると出馬表明した時から IR 絶対反対で出てきたわけですよね。うん、それで、じゃあ北野さんと谷口さんはどうかって言ったら、北野さんはね、IR には別に反対じゃないけども、うん、大阪 IR には反対やって言ったんです。うーん、それはさまざまなことが不透明すぎると、うん、この前の入札もそうですよね、官邸もそうですから、ね、うん、それから電通絡みのこの入札、さまざまなことを、それから、まあ、ものすごい軟弱地盤でやろうとしてるとか、うんうん、で、当初の予算よりももう早くも倍かかろうとしてると。うん、で もしかしたら3倍かかるかもしれないと、うんうん、いろんなことが不透明やから、大阪 IR には明確に反対しますって感じ、うんうん、でこれは自民党が、大阪府連の自民党が反対と表明してるわけじゃないんですよね、うんうん、彼女はもう自民党席からも外れてますから、彼女個人がはっきりと大阪 IR には反対と言ってるんです、うん、ということは共産党の辰巳孝太郎も反対、自民党から出てきて今無所属で一応出てる北野妙子も反対。じゃあ谷口真由美さんはどうかって言ったら、うん、谷口さんはね、個人的には反対やって言ったんですね、うんうんうん、IR に。ただし、うん、まあ、自分の周辺とか周りとかには、うん、政治関心があったり、うん、政治家関心があったり、行政に関心がある人は、ある程度勉強してる人はやっぱ反対の人が多いけども、うんうん、圧倒的多数の大阪府民市民はようわからんと、うん、でこのようわからんっていう人を置き去りにしたくないって言ったんですね。ほう、でようわからんっていう人を置き去りにしないで議論を深めるためにはやっぱり住民投票で決着つけたいって言った、うんうんうん、ね、住民投票で決着つけたい、うんうん、で前回 IR でいろんな市民が運動を起こしたけども、要するに直接請求ですよね、うん、つい2ヶ月前の話です。一月満札でも取り上げましたけども、うん、大阪府議会で否決されました。で谷口さんはそのことについて、この前そういう動きがあったけども住民投票は採用されませんでしたって言ったんですね、うん、で採用って言ったらなんか人事の採用不採用みたいけどもで私はこのね、IR のことについて3社が微妙にちょっと違うんですよね、反対派っていう人もね。でここがやっぱり一つのこう投票者にとったら、投票権者にとったら見極めるポイントやと思うんですけども、うんうんうん、僕の方からのおすすめです。おすすめ、辰巳さんは今自民党について何も言ってませんけども、うん、僕は共産党の辰巳孝太郎さんも住民投票で決着つけることについては賛成やって言うべきやと思うんです、うんうんうん、ただしね、ここが問題なんだけども、住民投票条例を制定してやるしかないんです、うん、都構想の住民投票とは違うんです。2回やってますけど、うんうんうん、都構想の住民投票は簡単に言ったら大阪府議会と大阪市議会、維新と公明党が賛成して都構想をやりましょうと2回とも議決したんですよね、うんうん、そしたら大都市法の規定で府議会と市議会で議決したらその後必ず大阪市で住民投票をやらなければいけないっていう義務になってる。なるほど。でそこで
賛成の市民が投票した中の賛成の市民が多数を取らなかったら、もういくら市議会と府議会が可決してもこれはなかったことになる。だから実際に2回とも住民投票で否決されてるわけですよ。でこれは大都市法という法律がもう10年以上前に制定されてるからなんです。ところがね、さっき谷口さんが言ったような、私は住民投票で府民の声を聞きたい、住民投票で決めたいっていうのは、谷口さんがそう言ったからってできるんじゃないんですよ。記者会見で記者が誰もそれ突っ込まなかったけども、住民投票条例を制定しないとできない、うん、まあそうですよね。でその条例は誰が制定するんだったら議会が制定するんだ、それは住民投票条例だけじゃなくてあらゆる条例がそうです。ポイ捨て禁止条例もなんとか条例もみんなそうです。議会が決めるんです。首長、市長や知事が決めるんじゃないんですよ。そうしたら、じゃあ次の4月9日の選挙が終わって、もしかして谷口さんが当選したとして、しても議会が相変わらず維新と公明が多数握ってたら、条例は制定できないんですよ。まあできないでしょうね。そう、だからもし本気で谷口さんがそんなこと思ってるんやったら、あの条例を制定しないとできないから、皆さん、あの府議会議員選挙、市議会議員選挙も条例制定賛成者、つまり住民投票で IR の決着をつけることに賛成の候補者、市会議員候補、府会議員候補に投票してくださいって言うべきなんですよ。わかりますよね、ホモさんね。でもしね、もしね、もし僕これ住民投票が行われて IR 賛成派が多かったら、僕はもうそれでいいと思ってるんですよ。ただね、可能性としてその前の段階、市議会府議会で条例が否決される可能性があるんですよ。住民投票なんかやらせへんって、やらせへんって、で僕その時は誰が知事になっても、いや、それに辰巳孝太郎さんが知事になっても谷口真由美さんが知事になっても、私たちは住民投票で決めることが一番いいと思ってるけども、維新の皆さんや他の党の皆さんが住民投票に反対しはってさせへんわけやから、もうダメですと、もう知事の権限で IR は中止しますと、違約金払ってもいいですと、いっぱい払うとこあるやろうけどいいですと、中止しますと言うべきやと思うんですよね。だから次の記者会見とか、あのそういうところでは記者の方から、あの議会がね、あなた住民投票で決着つけたいって言ってるけども、そのためには条例の制定が必要で、議会がじゃあ否決したらどうするんだって、もっと突っ込んで聞くべきなんですよね。そうですよね。この時はもう利息つまりないけど、ほんならもうダメです。もう自民党で決めへんやったらもう中止、もう何分や金払っても中止と言って、それは辰巳孝太郎さんが知事になろうが、谷口真由さんが知事になろうが、北野妙子さんが市長になろうが、それは言わなあかんことなんです。そうですよね。で、一番谷口真由美さんや、辰巳孝太郎さんにとってしんどいのは、吉村がそれを言うこと。万が一吉村がいいですよ、住民投票で決めてもいいですよって言ったら、これつらいよ ね。でも大丈夫です、言わない、絶対言わない。なんで言わないかって言ったら、彼がそれを言うということは、維新が府議会で多数持ってるわけだから、これ条例制定せざるを得なくなるわけです。条例制定したら住民投票やらざるを得ないんですよ。やったらどうなるかって言ったら、本間さん、7-3で反対が勝つと思う。まあ僕もそう思いますよ。でしょ、だからこれはね、やっぱり、谷口さんも辰巳さんもここはうまいことをこう攻めていかないと、そのふわーっと住民投票で決めたらいいと思います、なんて、そんな記者も記者でね、もっとそこ細かく突っ込んでいかなあかんと。まあ、とにかく言いたいことは、 IR がすごく争点になってて、この前あの東京都議会、ごめんなさい、東京都知事選挙でオリンピックの中止が争点になったかどうかは僕は分からない、本間さんに聞いてみないと分からないけども、少なくとも次の知事選挙、市長選挙では IR をやるのかやらないのかがかなり大きな争点になると思ってます。ですよね。はい、まあだからこれなんていうのかな、タイミング的にいいタイミングっていうかね、はい、まあ大阪の場合、関西の場合は、そう、まあね、オリンピックに関してはね、もう決まっちゃった後だったんですよね、結局ね。なるほど、だからもうそれがね、選挙の争点になったことってないんですよ、日本の場合、あの日本というか今回の東京五輪の場合はね。なるほどね。まああとほら、
オリンピック、うん、まあコロナになる前はね、うん、まあ国民の 5,6 割は賛成してたから、賛成が多かった、都民はもう7割以上が賛成してた、まあ一応賛成は多かったんだよ ね、 そう。でも今大阪で世論調査したら、うん、間もなく世論調査出てくると思うんですよ、うん、IR についてどう思いますかっていうのがね、うん、これね多分世論調査で 6,4 で反対が多いと思う、うん、ただね分からないも3割ぐらいあると思う、うん、まあいるでしょうね。そうだから分からないが3割で残った7のうちの4が反対で3が賛成ぐらいと、うん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 、まあそんな感じでしょうね。まあ、いずれにしてもね、僕はもう本当に東京都民の皆さん方の優しさに呆れてます。もっと小池百合子おろしをすべき、もう舐められてる、遺憾に思いまして、何言うとんねん、もうほんま。あんな、それ東京やから通用するんですよ、うん、大阪でそんなことね、それが女性であれ男性であれ知事がね、こんだけ逮捕者が出てこんだけ汚いことやってるっていうことが分かってね、知事が出てきて、あ、僕も意外に思ってますとか言ったらお前舐めとんのかっていうことになるよ。だから東京の人はね、舐められてる知事に、うん、本当ですよね。そんなことです。まあね、多分これ今今後どうなるのかっていうね、はいはい、話で結局逮捕されたのが、その組織委員会の次長、うん、それと電通はスポーツ局長なわけですよ、はいはい、だけど、はい、当然次長っていうことはその上に部長とか局長がいるはずじゃないですか。こいつらが知らんかったはずないね。そうはずないよね。で、うん、あと電通もスポーツ局長が全部オリンピックやってたわけじゃないから。そうやそうや、当たり前や、そう、あんな大きなイベントさ、ですよね、20年に1回のイベントやのにそんな知らんはずないぞ。ですよね。でだから、うん、電通の場合は確かね、副社長がね、オリンピックの総責任者かなんかやってたはずなんですよ、うん、ってなると、その副社長がクラスがこの談合を認めていたのかっていうのが次の焦点になるんですよね、うん、あともう一つはさ、やっぱり東京地検が毛利輝呂はもうやる気ないのかということですよね、うん、まあそうですよね。あのね、うん、東京地検がね今多分的を絞ってんのは、はい、森喜朗はやっぱりね組織委員会の会長だったんだけど、うん、この談合事件に関しては実務じゃないですか、うん、実務、まあね、まあね、だからそうなると、うん、武藤なんですよ、事務局長の方なの。これはそういうことか。そういうこと、武藤事務局長がどこまでこれを知っていたのか、報告を受けて、あるいは武藤事務局長の秘書がね、うん、そう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 、とかね、うんうん、まあ武藤はねほら財務省上がりなんで政治家ではないんで、うんうん、あれですけど、うん、まあそれでもやっぱり事務方トップで、うん、鳴り物入りで武藤がやってたわけで、しかももうかなりこの人は仕事ができる人ですよっていう触れ込みで、そうですね、うんうん、だからそのあたりまでパクれるのかっていうね、うんうん、まああとやっぱりこれだけの談合でね、うん、なんか全く金銭の授受がないっていうことがありえるのか、ありえない、うん、でまた東大和法やないけども、うんうんうん、金銭の授受はありません言うて、金塊の授受とか株券の授受とか、うん、ねっ、そういうのがあるかもしれない。十分あれで、ね、東大は、うん、金銭はないですけど、うん、あ、株券はもうなんかいっぱいもらいました。そうそう、パンは食べてないけどご飯は食べてますとかね。そうそう。まあそういうので、うん、ちょっとこの先、要するにどこまで上の責任を追及できるのかっていうのが、うん、まあ、今後のこのオリンピック疑獄の焦点なので、うん、まあ、それがまあこのあと1ヶ月2ヶ月ぐらいで出てくるだろうということなんですよね。なるほどね、わかりました、ありがとうございます。そうなったらまたちょっと今井さんとその件についてもうやりましょう。汚いなーっていう今井さんのその言葉を、いや、ね、俺さみんなが新幹線出してくれた、出してくれた、俺次のあの都庁の定例会見に行って、あんたなそんなな、そんな遺憾で済む思ってんのかって言って、俺やったら言ったんだけど、もう
あかんはもう都庁記者クラブの連中なんかもう全部小池に忖度して、ね、言うとしたら横田始めだけや。そうだね、そうだね。横田さんこれ聞いてたらもう行って、行って指名されなくてももうなんかやじ飛ばしてくれ。もう横田さんはもう例の一件からもう指名、小池さんが指名されなくなったから、あの排除しますね。そうですよね。あの民進党のね、前原のあれを排除します。あれは有名ですよね。そう、横田さん指名されなくなったから、うん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 、指名さ、それはまたね、都庁の記者クラブが横田さんを小池が指名しない、しないことを黙ってるという都庁の記者クラブの、うんうんうん、その小賢しい連中も、うん、なんかもう雑魚みたいなもう記者連中が俺大嫌い。あの自分と横田さんの考え方が違ってても同じジャーナリストがなんぼ手を挙げても当てられへんなんていうことはおかしいじゃないかって、うん、だったら僕らも記者会見出席しませんぐらいのことを言うてみんよ。ですよね。俺やったら言う、もう横田さんが当てへんやったらもう、うん、もう僕ら朝日も毎日も読みにもボイコットしますって言って、うん、かつて佐藤がさ、ね、あの佐藤栄作でしょ、総理大臣でしょ、テレビのカメラだけ置いて新聞の記者みんな出ててくれ、うん、新聞記者を取ってからって言ったら、うんうんうん、あんなみんな出ていくって言ったよ、うん、だからもうそれぐらいの根性示せよもうね。まあコロナ言ってたら終わらねえわかりました。まあそういうことで、はい、まあちょっと東京オリンピック、まああと大阪 IR ね、はい、ま、今後も注目していきたいと思いますので、注目注目、ほんま、はい、はいはい、じゃあね、皆さんまたぜひ見てください。どうも皆さんありがとうございます。ありがとうございました。今井さんどうもありがとうございます。どうも。